皆さんこんにちは。今日の動画はバルクアップ中に買った、コストコ商品を紹介したいと思います。今はバルクアップ中ということで、だいたいコストコには月 1,2 回ぐらいかな行くんですけど、で早速一つ目もう見えちゃってるのでこれです。よいしょ。ゼロコーラ。はい、ゼロコーラです。まあこれはもう、まあ、増量減量問わずって感じで、まあ、カロリーがゼロなので特に気にせず飲めるっていうか、まあ、罪悪感なくあのジュースを飲めるのでかなり飲むことが多いです。まあ、あのゼロコーラって限らずにいろいろな今ゼロカロリーのドリンクがあるので、結構ゼロの、ドリンク特に炭酸を飲むことが多いですね。まあ結構気分で変えてます。ドクターペッパー買うこともあるし、あともう一つなんだっけ、ジンジャーエールじゃなくてなんか忘れちゃったけど、はい、そういうのもあります。はい、次バナナで、コストコはバナナかなりでかくて、うん、めちゃめちゃでかいです。めちゃめちゃでかくて、まあ、あまり動画だと伝わらないんですけど、まあコストコ行ったことある人はわかると思うんですけど、かなりでかくて、まあ割と量もあります。これで、238円なので安いと思います。はい、バナナはねトレーニーならまあみんな食べるんじゃないかな。必要なものですね。結構バナナとかは、まあ、時間がない時とか特に朝とか間食で食べることが多いですね。はい、次これご飯、白米です。これは何ですか、別にコストコのものがいいとかそういうんじゃないんですが、安いんですよコストコのご飯。このご飯は5キロです。5キロあって、で無洗米なんですよ。無洗米で値段が1200円しないぐらいなので、結構あの業務スーパーとかそういう安いスーパー行っても、まあ、僕が見る限り一番安いと思います。5キロでこの無洗米で、まあ、1200円切る価格はかなり安いので、まあ、コストコ行って特にまああのお米の味とか特に気にしないので、まあ、普通に美味しいです。ただなんか若干粒が大きい感じがしますね、普通の白米より。普通に美味しいし安いので最近はコストコで毎回ご飯買ってます。はい、おすすめです。これもかなりあの僕には必要不可欠というか重要な存在なんですが、サルサソース、まあ、何回か紹介したことあると思うんですが、はい、これはまあ鶏のミンチ炒めたお肉にかけたりとか、まあいろいろ使い勝手効くので、鶏肉でも何でもかければ美味しくなると思います。で2つついてます。かなり大きいです。で値段も安いので2つで1000円ぐらいです。大体1000円ぐらいなので、まあだいぶ持ちますね。かなり量が量なので、はい。でまあこれは結構減量中も使うことが多いので、割と年中コストコに行ったら買う商品ですね。ここまで紹介した商品はもう減量中も買うことが多い商品になります。はい、次いきます。もう一番大事と言っても過言ではない鶏むね肉、桜鶏、ちょっと見えづらいかな。はい、で今日買ったんですけど、今日一つしか買わなかったんですよ。でその理由としてはなんかね、値上がってた、鶏むね肉値上がってましたね。だいたい僕の記憶が正しければコストコの鶏むね肉は、まあ、40前半、47円、まあ、45円はいかないかったと思います。確かね、わかんないけど、でも今日見たら確か 100g あたり49円とかだったのでちょっと値上がってましたね。はい、なんで、まあ、別に今鶏肉切らしてないのでそんなに大量買いする必要もなかったので、とりあえず2キロ1つだけ買いました。はい、でまあ値段が、まあ、2キロじゃないか、2.4キロで、まあ、1200円いかないぐらいでした。はい、コストコのいいところはこれ、この1つ1つこうパックになってるんですよ。わかるかな、これだからこう切れるんですよ、こういう風にパックになってるからなんか保存が楽っていうか、はい、そんな感じです。例えば1パック大きいの買っちゃうと一気に全部処理しないといけないけど、これはもう一つ一つ処理できるのでその点はまあ楽かなと思います。はい、これは
日用品なんですけど、単純にボディーソープ、はい、かなり大きいです。これで5個分らしいです。5個分。そんなに僕はこだわりがないの で、これも値段が1400円いかないぐらいでしたね。はい、でした。じゃあ次、最後になります。最後が僕が楽しみにしてるんですが、チョコレートチップマフィン。これもチョコレートチップマフィン、同じの2つ買いました。他にもマフィン種類、まあ、合計 4種類あってマフィンがあったんですけど、なんか他の3種類はあんまり惹かれなかったので、僕の中で一番チョコレートが美味しそうだったので、で、なんか2つ買うと安かったので、まあ、2つ、この2つで800円ぐらいでした。798円だったので、まあ、安いです。安いので同じ味なんですけど、まあ、2つ買いました。まあ1つは誰かに余ったらあげようかなって感じで、はい、です。前金金さんの動画でコストコのデザート系の食べ物を食べた動画で、ちょっと食べたか覚えてなくて、ちょっと今食べましょう。マフィン、すごい重みがある。匂いはめっちゃいい。すごいチョコレートの匂いします。このままかじりつきます。いただきます。うまい。チョコ好きには最高だと思う。かなり美味しいです。ただこれを一気に一箱一ケース食べちゃうとやばいので、ちょっとずつ食べますね。で、まあ減量中の方は食べれないんですけど、ギリギリまだバルクアップ増量中って方はぜひ買ってみてください。美味しいです。これチョコがね、チョコがいっぱい入ってて美味しい。ざっと今日買った商品はこれぐらいです。で、まあ今日買わなかった商品ももちろんあって、まあ、例えばブロッコリーとか、まあ野菜系ですね。野菜系もコストコで買うことはあるんですけど、ちょっと冷凍庫問題であんまり冷凍庫が大きくないので、コストコの大きいブロッコリーとか買っちゃうと、もうそれだけで冷凍庫が埋め尽くされてしまうので、まあなんか最近はちょっとちっちゃいスーパーで売ってるような冷凍ブロッコリーとか野菜を買うようにはしています。はい、まあ、そんな感じですね。はい、お買い上げ点数7点です。7点で合計7345円でした。はい、まあ安いのか高いのかはよく分かんないんですけど、多分安いんだと思います。本当に僕も多分ね、もうすぐ減量入っちゃうというか、そんなにもう増量期間長くないと思うので、残りの増量期間をまあしっかりけじめつけてね、美味しいもの食べるときは美味しいもの食べる、まあ基本的にはしっかり調整するって感じでけじめつけて、残りあと少し頑張りたいと思いますって感じで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ここまで見てくださってありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。